かよ。とりあえずオープニングに行くか、俺の歌下手の動画が流れるかはお任せします。お願いします。ああ、赤になった。どうこれ。前回の金よりかはいいかなとは思ってるんだけど。顔怪我したの？顔は怪我してないよ。全然問題ないよ。え？顔血が出てる？血出てへんよ。え、でも多分こっちだよ、なんかね。いいと思うんだよね。そう、喧嘩しちゃってね、やっちゃったんだけど、それはそうですよ。赤が似合うのも分かるんだけども、もうカープは一回離れよ。今カープ一回離れよ。カープ一回離れてからの、前回ね、そのナイトチームさん主催のね、歌下手選手権出させてもらったんですけど、なんと予選敗退です。これはいいことなのか悪いことなのかって言ったら、見た？見てくれた？俺結構頑張ったんやで。しかもあれ、俺知らないからな。なんか大丈夫？ああ、オッケー。下手だったんだったらよかった。じゃあ、結構今だから言うけど、俺もともと、歌を、言ってたわけよ。で、一回その同じ機種で採点したら予想以上に点数出ちゃったから、これはダメだと。で、一回ちょっとね、すいません、申し訳ないですけど、今更なんですけど、選曲をね、変えてもいいですかみたいなって言って、俺違う曲にしたのに、まさかのそっちが流れちゃって、で、しかも、ワンコーラスだったのにもかかわらず、俺はフルコーラスぐらい歌ったよね、あれ。なんか、多分ね、すごく運営さん側が俺のこと大好きなんだろうね。ワンコーラスね、歌わされてね。でもあれな、結構ね、俺も現場にいて見てたんだけど、コメントがね、なんか、まあまあ俺の時は良かったんじゃないかなと思ってる。良かったよ俺。なんかみんなね、なんかとんじまえみたいな感じで書いてあったけど、いや、一応ホストやらせてもらってます。すいません、こんなんでも一応ホストです。まあ可愛いからね、優勝って書かれてたりね。俺なんか結構俺評判良かったんだよ。俺実際コメント流れてる動画は見てないから分かんないけど、なんかいいこと書かれてたみたいだね。だからこの様子は後の CM の後流すから、ちゃんと今一瞬映ったけども、分かってるね、やっぱり。なんかね、良かったらしいからね、あれ。この後 CM の後にちょっと流すから。そう、ホストって顔じゃないんだよ、所詮。リオなんかイケメンになってるんだって。今日は、足目で、ちょっとね、変えてみたの。じゃあ、リオがイケメンなのは俺の隣にいるからだよ。しかも俺普通に帰ってフォレストガンプ見てたのによ。
めっちゃいいシーンなのに、なんか途中で止めて俺出てきたよ。まあでも所詮顔じゃないからね。そう、顔じゃない。フォレスト・ガンプってあれだよ、知的障害の子が、知的障害で足の、じゃあ背骨か、の悪い子が、足がなんか不自由なのに、ある日突然走れるようになって、で、そのままなんか兵隊さんになってみたいな。感動の話だよ、お前。世界三大名作のうちの一つだぞ。すいません、僕のツイッター、お願いします。そうそう、森でガンプするやつ。森でガンプするってよくわかんないけどね。作物は育てないね。人を育てる。だ俺、昔それを見てから、なんかその、あ、そういう人らにもちゃんとね、人を、なんか、その、区別じゃないけど、同じ目線で見てあげると、自分も成長するし、相手も成長するよっていうのを教わった。作品あれは本当に人を育てるよ。本当にいい話だよ。でも俺結構見る、俺結構戦争系とかも好きだから、なんかね変な何そのワイスピ見るとかよりかはそういうな感動系のやつが好きだ。俺の中で三大が今これ話題になっちゃった。三大が、フォレスト・ガンプ、最強の二人、分かってるね、俺も。あとは、なんだろう。映画見ないっすよ。たまに泣きたいのは見たくなる。フォレスト・ガンプ、最強の二人、あとはディープラブホスト。まあもしかディープラブ。あのシリーズ。最強の二人はね、あの黒人と白人が出てるやつ。俺もあんまその俳優さんとかは知らないんだけど、最強の二人一回見てん。めっちゃいいあれ。感動もの。めっちゃ感動する。俺たまに泣きたいなっていう時は、金持ちの感動もの見たくなる。金持ちのもう病弱な白人の人と仕事を失って、とりあえず、まあ、なんかその、失業保険欲しいから、みたいな感じで、面接に来た黒人の、なんか、二人の話なんだけど。なんか、やっぱり、ね、その、昔からさ、その、人種差別でさ、白人と黒人ってさ、差別化されてるやん。ああ、まあ。その、なんか、壁を越えた、いい話なの。これがね、まためっちゃ泣けんの。これ結構、実話をもとに、作ってんだけど、めっちゃいい。本当にこれは本当に見てほしいと思う。俺あれはね本当に泣ける。で最初のシーンがバーって流れて話が始まるんだけど、その最初のシーンの何意味が中盤っていうか終盤から中盤から終盤にかけてが、あ、これでこのシーンなんだみたいな。線張ってるやつ。そう、これがまたいいんだよ、ほんとに。だからそういうのばっかり見てるから、なんかあの、いい人止まりで終わっちゃうんだよね、俺。気にしないからね。そう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 。あれめっちゃいい。いや、俺めっちゃいいよ、最強の二人、マジで。これは一回見るべき。てか、見て。みんな見て。最強の二人。この二人はニコ生では多分最強かもしれない。俺なんか退入の時から全部出てて、先週初めて出なかった。今それまではなんか全部出てた。そうやな。俺も大体そのままや。俺なんか気がついたら MC になったから。でもあれはねちょっと一回見て。ニコ生では最強かもしれない。アイキがおすすめする映画シリーズ。結構俺、あの、マイナーなやつしか見ないけど。ロリさん今日来ないよ。多分来ないと思う。もう、先週、出たから、また、お休みかもしれない、ね。ロイさん。ロイさんは来ないね。ロイさん、確か、あの、退入の時からもうすでにロイさんで登録されてた気がする。今日は来ないね。見たけど、あれ。先週、寝て起きて、
あ、そう、先週ちょっと具合悪くて休んでたかなだっけ。そう、あの前日が、あのイベントのポッキーの日で、あの日ちょっと事件が起きて、俺が死んで、その日の翌日はもう俺はもう無理って思って休んだからに来なかったな。リオがあのあれだよね、修羅になった日だよね。いろんな意味で修羅になった日だよ、ね、初めてあの他人に醜態を晒したっていう裏トークがあるんですけど、それはまた後日な、機会があるときに心の傷が癒えてからですよ。いつでも癒えてるけど、まあ、あれはでもしょうがない、事故を迎えてからですよ。だから来月の中間ぐらいで言うかな、実はみたいな感じで、うん、そういうのがいろいろあるからね。多分裏トークっぽい。そう、久しぶりの裏トーク。そんなに面白くないけど、俺の中ではそのなんだろう、その30分間俺がずっといじり倒すから、リオのことその話題で、俺のキャラじゃない部分をいろんな人に見せてしまったっていう、ひどかったな、あれは。まあまあでもそんな感じ。あ、でそう、映画の話戻っていい？邦画っていうか洋画で一番いいのは最強の2人なんだけどね。邦画で言うんだったら、邦画はなんだろうな、いい映画。僕が一人で出た時に一人で喋るよ。邦画でいいのって言ったらね、俺ね結構悩むな。それこそディープラブもいいと思うし、俺鮎の物語ね、あれもいいと思うし、あのヘビーにピアスもいいと思うの。あれも結構ね、船を編むもいいよ、東京リアルもいいよ。みんななんでそんな詳しいんだよ。でも俺の中でやっぱ一番これっていうのは、あーなんだろうな、結構付けがたいの邦画は。邦画で言うんだったら俺はやっぱ硫黄島からの手紙から。あ、そうなんよ。彼岸島はま違うかな。俺硫黄島からの手紙だな。あれはなんかこう考えさせられるよね。あと山本五十六とか全然わからんか。でアニメになると東京ゴッドファーザーズっていう、まああれはある意味洋画か。そう、戦争系のね話なんだけど。あとはなんだろうな、それこそだってあれでも南極物語とか、太郎二郎の話だよ、犬の話なんだけど。あ、それはなんか名前だけは実は知ってたりするかもしれない。アニメ系はあの東京ゴッドファーザーっていう、俺はもう一押しのアニメ、うん、俺大体、毎回借りに行く。俺本当に見ないよ。俺多分ね、映画館で映画を見たっていうのが多分ね、そう、毎回本当に探すぐらい、片手で多分収まる。人生で映画館で映画を見たっていうのが多分。テレビ見ない。え、でも本当に東京ゴッドファーザー一回見て、気が向いたら。俺毎回本当TSUTAYAとかゲオとかに行ったら探すもん。過去に見た AV は、あ、見るときは見るけど、もうなんかあの S マルディ、あんまりメーカーは気にしてない。ああ、俺見ない。やべ裏トークになる。今日はそんな話はあんまりしたくない。俺一人の時だったらバリバリ質問されれば喋るけど。待って、俺別に F 字2俺一回も見たことないからね。過去に見た映画は一番最初に多分一人で見たのはハリーポッターの一番最初、賢者の石を多分小6ぐらいの時に親に一人で見てこいって言ってぶち込まれたとか、あともう近年で記憶あるのは、いっちゃん新しいのが多分3、4、5ヶ月前に斎藤工が出てた。斎藤工ってなんかあのなんかね、不思議、斎藤工が出てたやつ、なんとか家の人、犬神家。違う犬神家の犬神家じゃない、伊藤家の食卓。あ、知ってる、かろうじて知ってる番組。
あの斉藤匠はたまに似てるってたまに言われるんだけど、もう多分髪型似てない。何系なんとか家の人々っていう匠が出てたやつがあって、なんかね話的にはな人の心が読めるみたいな悟られ、うん、その血その家系の人はみんな心の声が聞こえるみたいな、そういうのは、いや、その悟られ的なやつ。つかじってなんだ、つかじって。俺ドランクドラムしか知らないよ、つかじって。ここの人多分このネタ分かる人あんまりいないけど、ドランクドラゴンしかまず知らない。あの裸の大将の方、桜の花は散らねえだって。広大家の人々だったかな。なるほどね。あ、CM CM に引き続き俺のあの多分歌下手の動画ちょっとだけ流すわ、うん、はい。こんな感じでやってたんだけどね。そう、なんか結構ね、俺こう歌ってる時これ癖なんだよね。もう別にこれ音程取ってるわけじゃないんだよ。もうなんかなんていうのかな、この右手でマイク持ってるじゃん、うん、この左手をどうしていいかわかんない。俺もなんかシャンコのせいでここをやっちゃうマイク持ったら これをどうしたらいいかわかんないから、俺ずっとこうやってやってるだけ。もう しちゃうね。そう、手が迷子なの。なんか うまい人とかだったらこうね、こうなんかリズム取ったりとかするけど、俺リズムも取れないし歌下手だから、なんかこうやって歌ってるのも変だしなと思って、俺ずっとこうやってんの。なんかここでダンスしてると思って、左手で。そんな感じでも、これなんか俺優勝みたいなコメント流れてたからね。今日俺顔立ち違うな、いつもと。ちょっと人形っぽくない、ちょっと人っぽく見える。いや、最近顔が疲れてる。アイキにとって歌とは、僕にとって歌とは、そうっすね。今多分ここあの情熱大陸的な音楽流れてるはずだから、ちょっと今待つよ音楽が流れたぐらいにちょっとコメント流れたみたいなくれた瞬間に俺あのやります。ちょっとそれっぽくやればいいでしょ。いけるかな。あ、じゃあもう一分ちょっとそれまでにコメント考えていくわ。じゃあリはあのあれやって、インタビューは俺こうやってやってるから、うん、そこであのアイキさんにとって歌とはっていう振りをアイキに密着。ちょ、一ヶ月俺に密着してみる。いや、やめとこう。面白くないな。ちょ、シーンってなるのやめよう。え、これ、あ、違う。これ違う。
ちょっとなんか緊張準備中だからどうでもいい話をすると、俺も昨日髪ちょっとマニパニで赤くしたんだけど、赤、俺が赤いな、全然勝ってねえ、茶色にしか見えねえ。あ、そろそろ始まったっすよ。ほら、まあそうっすね、僕もそんな感じでやってたんでぐらいの勢いで。ではちょっと質問なんですけど、はい、アイキさんにとって歌とは、はい、まあそうっすね、僕にとって歌っていうのは別に上手いとか下手とかもやっぱりその歌詞に対しての気持ち、ハートをどれだけの人に伝えれるか、それがやっぱり一番大事だと思う。だから聴いてる人が、はい、あの人下手、何あいつじゃなくて、あ、すごい頑張って歌ってるなって、可愛く歌ってるなって、精一杯歌ってるなって思わせるのが大事だと思うんですよね、僕は。これを僕はみんなに言いたい。ありがとうございます。それっぽく聞こえる、やっぱり。ありがとうございます。曲のせいで。ちょっと調子に乗ってみた。でも言ってることは間違いないと思ってます。いただきます。どうぞ。かっこよかったやろ、ちょっとなんかぽかったやろ、アーティスティックな感じするやろ。まあ、でも歌うの下手だし、まあ、この前ラッソンを見て歌ったよって言ってもしたんだけど、まあ、女の子から言われたのは、まあ、上手い下手じゃないって、やっぱり一生懸命頑張ってる姿が大事だよみたいなこと言われたんで、まあ、ハートかな。そうだよ、もう俺だってさ、誰に聞かせたいかだよ。さ、ラッソンを歌うにしても、その子が今日一番頑張ってくれたからね、ホストの業界でいう一番いい、ね、一番最後のかっこいい話じゃないわ、一番かっこいいとこを持って行かせてくれたわけだから、その子に対して歌うわけだって、自己満で歌うわけじゃないからね、あれは。俺今日ラストを歌いたいからお前頑張れよじゃなくて、ラストを歌ってほしいからその子が頑張ってくれたわけなんだから、じゃあその子に対してどういう気持ちで歌うかだよね。だから選曲もやっぱりその子との日々の思い出の曲だったりとか、その子に向けてのなんかね、気持ちとかを、普段言えないことを、あ、今 BGM らしいですよ。ちょっともう一回やりますね。今どっからやったらいいかな。まあまあね、でも、うん、ね、だから下手でもやっぱり下手でもそう、一生懸命歌えばいいんだなと思って、今日うちの担当がお前いる店で一番頑張ったんやぞって、でその曲をみんなに聴いてほしいわけじゃなくて、その中にはいるよ、あの人曲ね、歌うまいからみんなに聴いてほしいから歌わしたいって頑張るかもしれないけど、やっぱり一番はね、自分の担当が今日一番輝いた日っていうのを示したいわけであって、その中でやっぱ歌ってもらうんだから、ね、その子に向けた歌であったり、その子の思い出の曲であったり、ね、最近その子からこの曲いいよと教わった曲を隠れて練習して歌うのがやっぱホストのラッソンっていうね、この営業中には歌えない最後の一曲っていう、今日の営業締めくくる一曲っていうね、それが大事なの。だただ単に俺はこの歌が歌いたいからラストに入れてくれるじゃなくて、やっぱり何回も同じこと言うよけど、この子のためにね、この子だけに向かって歌えばいいと思う。だたとえそれが下手であろうとなかろうと、この子の記憶、思い出になればいいんだよ。だからそれだからね、やっぱりね、俺らもラストを取りに行けるように努力はするし、でもその努力を女の子も女の子で受け止めてくれなきゃいけない。ダメなことはダメ、無理な時は無理、ね、それがやっぱできて、それができてこそ一人前のホスト、日々の営業を考え、日々の営業ね、女の子に対しての接し方を考えて、それがやっぱり俺がこの9年間やってきたホストっていう
世界の中での一番の答えなんだ。やっぱりなんか昔はやっぱりその女の子を立てるじゃないけど、女の子の気持ちになって考えてたりとかしたけど、今ってそうじゃないと思う。今ってもうなんか自分が良ければ全てがいいみたいな。俺今全歌舞伎のホストに喧嘩ってるけど、お前らよく考えろと。もう一回ホストとはっていうのを考えろと。ね。やっぱりホストって、ね、日々疲れてストレス発散することがない、できない女の子を受け入れるための商売。それをなんでこの子の弱みにつけ込んで、自分でなんか自分一人よがりの勝手な気持ちでやっちゃうのか。だからそれを考えるんだったら、まずは女の子のためにならないと。やっぱり求めてきてるものがあるわけだから。で、最近の女の子も女の子でただね、かっこいい男の子と枕したいとかもあるけど、でも一番の根本考えない。何を思って自分がそこに来てるのか。だって同じカロリーね、2本でも、コンビニで買うのとホストクラブで買うのは全然違うわけだ。それをなんで、じゃあホストクラブにわざわざ行って、おろすのか、買うのか、ね、それは、担当がちゃんとしてくれてるからですよ。だからそれを考えたら、やっぱりいくらもそれに見合ったことはしなきゃいけない。だから自分がこの女の子を接客して、あ、俺今日ダメだったなって思ったら、次は頑張るから、もう一回来てくれね。博士太郎の博士はあれだからね、葉っぱの歯に加えるに瀬戸内海のせいだからね。やっぱそういうのをね、やっぱ考えるので、ホストとお客さんっていうのが成立するわけだからね。まあコメントをね、ちょっと流れて出資できない方、また見直してくれるとありがたいですよね。そんなわけで今日はどうも情熱大陸でした。アイキさん、今度一回密着してみる。コメント次第ではちょっと密着しよう。じゃあまた来週。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。